VBTS は英国のクリスマスに iTunes BTS を上回りました。 V は私たちが愛するゲイドラマの夏の OST です。イーヨがレナの親友シーナ恵であると発表された時、世界中のアミは興奮について書くことができませんでした。このドラマは私のネチズンの話題になっています。アミはいつも早いクリスマスプレゼントとして見事なクリスマスプレゼントを受け取りたいと思っていました。発表以来リリースされた曲はほんのわずかであり、世界中のファンが曲全体を聴くことができる日を楽しみにしています。今年最も期待されている OST の一つとして知られているこの曲のクリスマスツリーは、曲がリリースされる前に存在していました。すべての共有された抜粋で、私はこの小さな村人と手を使ってビルボードの流行の歌のチャートを描くことができます。曲を共有した後、世界中のファンが曲に対する意見を表明しました。ユカタイン俳優のパクノシクがインスタラムで世界を動かし、爆発は新ドラマからの抜粋です。タイトルでは、彼は初めて共有したボーカルを強調し、次のように書いています。コメントは彼がまだインスタグラムが好きであることを示しています。曲のフルバージョンは12月24日にストリーミングウェブサイトでようやくリリースされました。このペースの遅いバラードは、ブリのベルベットのような声の声を持つ女優のミュージカル系ドラマのクリップで再生されています。それが全てであり、軽ドラマ編集のロマンチックな性質と相まって、首位に彼の故郷の声を披露させてください。最高のマシンを搭載したトラックのようですが、さすがにアミが間もなく発売しました。薬物に対する反応はソーシャルメディアに組み込まれましたが、アメの興奮を示しました。これは、ソーシャルメディアでのファンの反応だけではありません。曲がリリースされた後、ソーシャルメディアは曲がリリースされてから数時間以内に実装の詳細に触れました。50を超える iTunes の国地域では、これには2時間しかかかりません。これは、地上で最速の1曲中1曲になります。この曲は2時間しかリリースされておらず、将来的に記録を破るでしょう。より多くのネチズンを引きつけます。アメリカンクリスマスツリー&スイートナイトは、韓国のアーティストである米国で iTunes にデビューした唯一の OST です。すべてのビデオをご覧いただきありがとうございます。このイベントについてのコメントや個人的な意見を残してください。もう一度ありがとう。